なんもないね、このコース。いや待って、マリオ捨てないでやっぱ捨てる。これでゴールないよね。頼むからやめて。待って、なんで今ルイージブレーキした。うわ、なんかこれゴールっぽくない、これで。うわ、頼むからやめて。さて、この勝負で勝てば5400台突破しそうなんですよ。いや、5400台行きたいね。6100まで行ったけど5100ぐらいまで下がったっていう人がいてね。いや、それは結構きついよね。よし、それじゃあやっていきましょう。うん、いや3人もやられてる。ここね、アイテム取ってった方がいいと思います、僕。みんな取っていってないけど、ここ僕取っていった方がいいと思います。ほらね、ああいう風にちょっとなっちゃうんですよ。ここね、敵多そうだね。ガボンはさらに鉄球まで投げてくるから結構きついんですよ。だからアイテムはね、取ってった方が僕いいと思います。まあこうなるからね、まあこれでも1回よし、ここでも取っていこっかと思ったら、アイテムじゃない、アイテムじゃない、やった、来た、ドングーリー、ドングーリー来た。うそー、早くない、ゴール。あー、いけそう、来た。そういえば9月か10月にね、なんかマリオが発売されて35周年記念なんだって。その35周年でね、なんかマリオのソフトが発売されるっていうことなんですよ。でね、その気になるソフトなんですけど、スーパーマリオ64とギャラクシー、そしてサンシャインの3点セットがね、出るかもしれないんだって。いや、めっちゃいいよね、めっちゃ熱いよね、それ。絶対いいわ、まそう来るか。これコインの通り行こっか。なるほど、この左上ってなんだろう。で、これジャンプで、これ上か、よし。で、これがこのまままっすぐ行っていいのかな。ジャンプ、オッケー。で、ジャンプ、いや、これカート取ってってよかったね。で、左に戻っていく。いや、マリオ早いよ、マリオなかなか早いな。よし、どこまで戻ればいいんだろう、これ。よし、いいね、いいね、マリオ抜きました。そしてこれもジャンプか。確かさっき来た道と反対の方向だから、まだだいぶ覚えてますよ、僕。で、ジャンプの、よし、これ左かな、こっちだ、多分これでいいでしょう。そして鍵開けるので、フラワーね、オッケー。これ連打だな、よし。そして上ね、これは上だな。うわ、なんか早いな、ここか、よし、オッケー。これは一番最初っぽいね。ルイージ、あ、ルイージやられてるね、ははルイージやられてるようなんだ。よし、これはチャンスですよ。ルイージこっち来た、まずい、ルイージこっち来た、早く鍵を、早く、よし、オッケー。ルイージが来る前に早く、うわっ、危ねえ危ない。さて、1の1って書いてるね、これ。全然1の1っぽくないけどね。それじゃあどんなコースかやっていきましょう。あ、なんか見たことあるようなステージだな。ちょっとアイテム取っていこう。まあ本当の1の1だったらもうコースは終わりなんですけど、多分ね、これ1の1だけじゃないと思うんですよ。確か1の2もね、ひっついてるコースだったような気がする。確か似たようなコース前にもあったもんね。あ、ほらほら、なんかこういうコースあったんですよ。で、ここ入って次1の2、あ、やっぱりそうだね、確かこんなコース前にもあったね。よし、それじゃあ、あー、当たったか。でもちょっと違うね。で、さらにまだなんかあったような気がする。1の2だけじゃなかった気がする。ここ入るでしょ、ゴールではない。いや、やっぱそうだよね、前なんか見たことあるな、ここ。中間ポイント、運ゲー大好き運ゲー大好きなのか。これはジャンプして、なんか前ね、ここで負けたんですよ。これ落ちたら確かもう終わりなんですよね。よし、オッケー。次はこっちで、あ、勝ってないねあ、勝ったと思ったんだけどな。次右でも今1番か。いや、チャンスですよ、ここで。よし、ちゃんとね、押さえておけば。あ、鍵奪い合い大合戦、誰が先に鍵ドアに入る。
これはおそらくまあ強制スクロールみたいな感じの、まあ、鍵奪い合いでしょう。いや出た、たまにあるよねこういうコース。最近こういうコース流行ってるよね。それじゃあこれがラストバトルにしますか。なんかいい感じのコースだね。よし、これはここか。いやいいよ、ナイス判断だよ。そしてこれ右の方行こうか。右でこっちっぽいよね。なんかいろんな土管あるけど、いやこれこっちっぽいな。これ右多分ここでいいっぽいんだよね。うーわ違うっぽい。よし、ファイヤー取っていこう。ファイヤー取ってきて、これジャンプでしょ。オッケー、こっちじゃないのか。これ上って書いてるね。上行ってみよう。これ矢印が正解なのかどうなんだろうね。あ、正解だ。矢印の通り行けばよかったのか。いや、そこでゴール。あ、この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。